1973年の阪急ブレーブスでは、1973年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の11年目のシーズンである。1969年の黒い霧事件以降、人気が低迷するパリーグは2シーズン制を導入。前年までに連覇のチームは、優勝候補の本命と言われたが、 投手陣の不調もあって開幕ダッシュに失敗。6月に入って巻き返したものの、南海やロッテを捉えることはできず前期は3位で終了。後期は開幕後から快進撃が始まり、特に前期優勝の南海相手に、同一カードで12連勝するなど、直近24を稼いで優勝。プレーオフでは、投打ともに1枚上の半球が有利と言われ、最終戦までもつれ込むもその最終戦で、 エースの山田久志が終盤に広瀬義則に本塁打を浴びるなどして2点を失う。9回裏に代打の切り札あたり銀秀蔵がすぐに本塁打でお返しするももう一人の代打高井康弘が江本武則の前に空振り三振。結局前期を制した難解に2勝3敗で敗れパリーグ3連覇はならなかった。投手陣は足立光弘が 年齢から来る衰えを隠せず4勝に終わったものの、山田と米田哲也が共に15勝を挙げるなど好調で、水谷隆が12勝、前年ローテ入りの戸田義則が負け越しながらも、防御率3点台に食い込み、チーム防御率も3.30でリーグ1位。打撃陣は、前年106盗塁の福本豊を、はじめ、2番の大熊忠義、4番の長池徳志なども、 それなりの成績を残し打率、本類打でリーグ1位となった。シーズン終了後、西本監督は小林公平オーナー代行に辞表を提出し11年間の監督生活に別れを告げた。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。